絶対にアメリカアリゲーターを助けないでください。あなたがアメリカでスケートをしているとき、氷漬けのアメリカアリゲーターを見つけてもかわいそうだからといって氷から出そうとしないでください。ブリザードの後、何百頭ものアリゲーターが鼻先だけを水面から突き出した状態で氷に閉じ込められますが、実は彼らはブリザードを生き抜く方法を知っているのです。凍えるような気候で水の表面は凍りますが、その下は液体のままでわずかに暖かくなっています。彼らは水面から鼻先を出しておくことで必要な熱を得ており、息をすることさえできています。彼らには哺乳類の冬眠に相当するブルメーションという習慣があり、代謝を低下させ寒さに対処しているのです。ですがてめえら人間が氷を割ってアリゲーターを氷から出してしまうと、彼らはすぐに死んでしまいます。それは濡れた皮膚がたちまち凍ってしまうからで、天温動物であるアリゲーターはこの寒さに耐えることができないのです。だから